さあ来た。おはようございます皆さん。おはよう。さあさあお立ち会い。バンカラ代表のイカシタさんにグミスリビエ連合が、ごめんなさい、口が回ってない。もう寝起きすぎて口が回ってない。しかも今週中、じゃあ今週中じゃない、もう今週ランニングとか筋トレとかしてて、もう体中がもう痛い状態で、しかも寝不足、このためにね、フェスのために起きたんですけども、はい、多分中間発表がね、行われると思うので、先にそれだけ見ちゃいましょう、戦いの前にね。ということで、春のふわもこフェスやってまいりました。えいえい。ということで、広場にあるとこで投票してくださいと、感じですね。もう僕は投票したんですけども、まあ、中間発表見てから投票するのもありだと思います。多分みんなもそういう人がいるんじゃないかな。あ、花火玉、忘れてたけど花火玉が使えるみたいです。忘れていた。さあここで予備祭り、中間発表じゃないや、予備祭りだ。もういろいろ分かんなくなっちゃってるんですけども、ホラガイ獲得率見てみましょう。ちなみにうなちゃんは小熊チームです。小熊が勝てば嬉しいな。どうぞ。やったー。やったはい、来ました。はい、俺なんもしてない本当にホラガイ 1,2 個ぐらいしか手に入れてない気がするんですけど、はい、まあ、ちょっと今回はでも拮抗してるな。ひよこがやや遅れ気味だけど、コウサギとコグマが拮抗しとるな。さあステージ今回やっていくのはゴンズイとマテガイですね。はい、あとヤガラとタカシか。4つのステージが最初できるみたいです。まあ飽きたらサマランやりましょうということで、はい、フェスやってまいりましたね。ちょっと様子を、この世界の様子を見ていこうかな。うわぁ、綺麗、かわいい、なにこれ、イースター、イースターだ。あ、待って、見てあれ、イースターだけどちょっとなんかハロウィンっぽい。上になんか被り物つけてる卵がいるけども、いや、やっぱ春と言ったらイースターですよね。フェスで楽しそうな子たちがいっぱいいます。なんかよくわかんないお花もあるし、まあ、提灯ですかね、提灯もあって、すげー、なんかパーティーの帽子かぶってるクラゲが、あと床がちょっとペイントされてますね。ちょっと寝起きほんと10分も経たないぐらいなんですけども、目が覚めました。なんだこのパラソルは。なんかやっぱかぶってるとかキャラクターがある、いるな。わ、お花咲いてる。ハイビスカスかな。うん、海物語を思い出すわよくわかんない人はお父さんに聞いてね、海物語って何かなって。お父さんなら多分わかると思う。普通じゃないお父さんならわかると思うな。普通のお父さんはわかんないと思うなあー、邪魔しないでー。みこしー、みこし誰乗ってんのこれ。うわ、すごいね。まあ、せっかくさ、そう、新しいハイカラスクエアとね、ハイカラシティも持ってるので、せっかくだから見に行きましょう。あれ、風花ちゃんだね。はい、せっかくだからいろんなとこも見ていこう。まずはハイカラシティから行こう。スプラ1のステージですね。ワンステ、もうこれもノーカットで俺出すんだろうな。あ、すげえ、モアイ像だモアイがいる。鼻でか、鼻高、羨ましいわ。海外っぽいお顔で羨ましいモアイだ俺の大学の友人に似てるあ、すごい、見て、ライブしてますよ、ホタルちゃん。ホタルちゃん頭に貝殻つけてますね。アオリちゃんは、アオリちゃんも貝殻つけて、なんかよ、服がさ、服もなんかちょっといい感じだね、アオリちゃんは。あ、見て、ひよことうさぎってことか。じゃあこの二人はひよこ派とうさぎ派なんだ。あれ、あ、じゃあ青チームどこなんよ。こぐまは俺か、俺でいくか。ってことはこういうことだ。あ入らない、入りきらない、入りきらないよ。でもハイカラシティいいね。せっかくだから、せっかくだから本当にみんな全員入れたい。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、最高じゃん。最高じゃん、これ。写真撮っといた。よし。やめよう。次行こう。本当はもっと見たいとこあると思うんだけど、みんなもね。
だから持ってない人からしたらさ、この、パス持ってない人からしたら嬉しい。なーにこれ、ミラーボールや、ミラーボールじゃない、 DJ か、 DJ してるんか。おーい、うわ、姫ちゃんと、飯田さん、姫ちゃん、姫ちゃん何やんそれ、黒いよ、飯田は見えないし、黒いよ、黒と白だよ、秩序とカオスを表してるのかな。なるほどね、すごいみんな楽しそうだよ、クラブ、クラブってこんな感じなのかな。すごい、全然盛り上がってない風に見えるけど盛り上がってんだろうな、これヒレオの格好した人が一番盛り上がってるよ。この左の子が一番盛り上がってるよ。いいじゃんいいじゃん、すごいライト、イエーイ、別頑張ろう、みんなどのチームも頑張ろう、誰が勝っても文句なしだ、頑張るぞ、頑張ろう。